このアメリカ国家安全保障局は、まあ、いろいろ、まあ、盗聴ということをやってるっていうか。国家安全保障局っていうのは、本当にやってることをよくわからなくするための名前で、うん、本来の仕事は国家盗聴局ですからね。国家盗聴局。ですから、NSA が盗聴やってるって言っても、全然業界人にとっては驚きじゃないんですよね。うん、泥棒が泥棒してるようなもんで。日本版 NSC というのは今、昨日もね、この国丸ジャパンの深読みジャパンで政治アナリストの伊藤敦夫さん、まあ、NSC と特定秘密保護法というのがこれセットになっているということなんです。これもセットです。以前から佐藤勝さん、この NSC の話が出始めの頃、この NSC を作るというのは、その秘密をこう守る云々っていうことだけじゃなくて、この国のあり方まで変えてしまうことになると、おっしゃっていたんですが、今日この日本版 NSC にまつわるいろいろなお話を伺いたいと思います、はい、この NSC っていうのは一言言うと何やるかというと、戦争するかしないか決めるとこなんですね。簡単に言っちゃえば戦争するかしないかを決めることなんです、はい、ところが日本では憲法9条ありますからね、はい、公選権放棄してますから戦争しないことになってるんですよ、うん、そしたら戦争について決める機関がないんですよね、うん、今までは攻めてきた時にだけ反撃するっていうことだから、うん、主体的な判断しないでいいわけですよ。もっぱら守る専守防衛です。専守防衛と、はい。しかしよく考えてみると、これは守ることは攻めることじゃないかと。うん、こういうような発想にもなってくるわけですよね。うん、それですから NSA を、NSC を作るっていうことは、これ日本が戦争できる体制にしていくと。うん、となると、ちょっと古い言葉なんですけどね、統帥権っていう言葉があるんですよ。統帥権、大統領の党、はい、統一の党という字に、し、元帥の帥ですね。帥ですね。氏みたいなんだけど、右側の棒が、上の棒がないやつですね。そうなんだ。統帥権。はい。これ統帥っていうのは、どういうことかというと、軍隊を指揮する最高の権力って意味です。うん、だからそれがどこにあるかと、戦前は天皇のもとにあると。それ天皇のもとで、参謀本部と軍令部、海軍の方ですね、うん。そこが持っているってことになったんですよね。うん、これは、陸軍大臣、海軍大臣というのは内閣に属してるんです、うん、それと全く関係ないとこで、うん、天皇と直結しているっていう、うん、独立している組織ってことになって、そこがだんだん肥大して戦争への道に進んじゃったわけですよね、うん、それと同じような機能を果たすことになりますね、この NSC が、はい、これ先祖大日本帝国憲法には統帥権というものが書かれて、独立してました。独立していて、天皇が有してるんだけど、実際行使するのは、参謀、あるいは海軍の軍令部っていうことになってたわけですね。はい。はい。それと同じようなことを、やはり、やろうとしているっていうか、うん、国際情勢変わっちゃったんですよ。うん、だから、サイバーなんていうのは、はい、何が攻めで何が守りかよくわかんないんですよね。うんうんうん、こういうようなものに対処しないといけないし、それから国境を越えた国家じゃないところのテロリズム、うん、こういう脅威にどう対処するかってことになると、うん、今までの形で対応できないってことで、実は、うん、曖昧な形でもう20年ぐらい前から日本の国家のあり方って変わっちゃって、うん、集団的自衛権も事実上やってるわけですよね、はい、イラクに行ったりとか、うん、インド洋の洋上補給して辻褄が合わなくなっちゃったんです、うん、その今の辻褄合わせをしているのが特定秘密法であるし、うん、あるし、それから NSC を作るって話だと僕は見たんです。うん。